はい、皆さんこんにちは、セナです。今回ですけども、アーキキャドのね、シェルツール、まだ説明したことなかったと思うので、シェルツールについて説明していきたいと思います。では、早速やっていきましょう。まずですが、シェルツールってまず何ぞやっていう方向けにですね、軽く分かりやすいように説明したいと思います。基本的にシェルツールって言いますのは、ここをクリックしていただくとね、この3種類あると思うんですが、基本的にね、断面形状が2種類ありまして、それに対してその断面形状、支点と終点ですね、に2種類あるんです。まあ同じ場合もありますし、違う場合もあります。その2種類を結ぶ、例えば押し出したり、例えばこんな感じで回転して押し出したり、こんな感じで断面形状それぞれが違うものを結びつけたり、そういうこの3種類のものを使って作るものをシェルと言います。これはね、糸豊さんとかがね、結構得意として貼ると思うんですが、まあ、そんな感じの形状をシェルと言います。まあ、今回ですね、参考にしていこうかなと思いますのが、僕が今設計課題で作っている、ちょっとたまたまねシェルを使おうと思ってで作った作品なんですけど、まだこれ途中なんですけど、中身まだ全然作れてないんですけど、まあこの形状どうやって作ってんねんっていうのを、シェルツールの使い方をね、交えながら説明していけたらなと思います。はい、まずですね、まあこれは置いといて、まあ、これだけ、これをまずやっていきます。この押し出しの方ねをやっていきたいと思います。まあ、今回ですけども、基本的にこの簡略と詳細っていうのがあります。で、この簡略っていうのはもう断面が決まってるんですね。例えば、こんな感じ。円、もう円っていうのは決まってます。どれぐらい押し出すか決定してから大きさを決める。するとこんな感じのドーム、言ったらトンネルみたいなのがすぐに出来上がるよっていうのがこちらで、これはですね、基本的に何か、手がかりになるものがないとダメなんですよ。まあ、何かと言いますと、こんな感じで基準となる、手がかりとなる壁やら何やらを立てます。その上でまず断面を作成します。その断面っていうのは、断面を作成するにあたってですね、まずは面を選択、面をワンクリックで選択しまして、その後にどんな感じの形状がいいのかなっていうので、まあこんな感じ、斜めにしておきましょう。で、ここでダブルクリックしてください。すると、見てください、この形状が記憶されて、あとはどれぐらい押し出すかっていう風になります。まあこれはここに従わなくてもこれぐらいでもいいです。でクリックしていただくと、こんな感じでね、簡単に斜めのものが作れます。やった。まあこれがこの押し出しの特徴ですね。はい、全部一旦戻れますね。でその次にですね、こちら回転ですね。回転は何かと言いますと、またこの簡略をやりまして、これまず半径を選択してからですね、この回転を加えます。回転を加えるとこんな感じで、これまたドーム状のものを作ることができます。で、これ詳細にするとどうなるのかと言いますと、はい、こちらですね、これを選択しまして、まずですね、これはどの面からどの面にかけて、まあ、これ回転なんでね、この円のものなんで、どの面からどの面にかけてかかってほしいかっていうので、面をまず選択します。まず一つ目の面を、じゃあまずこの地面にしますね。でその後に好きな感じ、好きな断面を、はい、作っていただいて、ダブルクリックです。でその後に、こっからどの面に接してほしいのかっていうのを選択します。まあ今回でしたら適当にこの面を押しますね。じゃあこの状態でりますと、あ、逆にしちゃった。ちょっともう一回やります。間違えた。地面を押して、で、はい。と、こんな感じでですね、今選択したように、はい、これが半径ですよね。この半径が中心になって、今ここの面とここの面を選択して、で断面形状をこっからここっていう風に選択しましたので、こっからここにグッと、もうここしか言ってないけど、こっからここにグッと持っていく感じになります。まあこれがこいつの特徴ですね。はい、で次に、まあ本題となるんですが、今回のこの形状ですね、この形状を作っていきたいと思います。その前にまずは簡略、
まあ、簡略どうやってやるのやと言いますと、クリックして断面形状を作成しまして、その後にどこまで伸ばすのかクリックして、そこからもう片方の断面形状を選択します。どこでもいいです。でダブルクリックしますと、はい、こんな感じでね、よくわかんない形ができました。まあ、僕は簡略は全然使わないんであれなんですけど、はい、こっからですね、こいつの作り方です。もうだいたい可能、鋭い方は分かってると思うんですけど、先ほど見たく、はい、壁を立てます。その後にですね、シェルツール選択して、先ほどのこちらですね、詳細の方です。こいつの、まあ、一番の特徴っていうのは断面形状が、まあ、2種類、その2種類を結んでくれるよっていうのが特徴なんですけど、まずは面を、一つの面を選択します。その後にですね、1個目の断面形状を作ります。例えばこうですね。2回目はダブルクリックです。ここで断面終わりよっていうので、で今はこの状態で何もないんですけど、不安にならないでください。まずその次はですね、どこでもいいので、どっからどこの、どういう風に結びたいのかっていう、この面からこの面っていうのを頭に入れて、その面をクリックします。はい、2個目の面をクリックしました。すると先ほどの、はい、僕が描いたものが出てきますよね。でそこから線が伸びてるのが分かると思います。こんな感じですね。次、まあ今回こいつを作りたいので、こいつみたいなのをこっち側の、なんていうの、この断面クリックしましたね。ここら辺をじゃあクリックしますね。でそこからもう一個クリック、反対側の断面形状を作成します。ここでダブルクリックです。しますと、はい、今出来上がりました。壁を消しますね。はい、見てください。わかりましたかね。こんな感じでね、これ一緒ですよね。こんな感じで簡単にシェルツールを作ることができます。シェルツールを作ることじゃない、シェルを作ることができます。なんとなくわかりましたかね。これ綺麗ですよね。この形以外にでもね、選択する面を変えればもっと自由に自分の好きなように断面形状を作って、そこからもう一個断面形状を作って、その断面形状と断面形状を結んでくれる、そういうね、自分の作りたい空間、自分の作りたい形を理想的なものに近づけてくれるのがこのシェルツールです。やった！どうでしょうか。結構便利なツールというか、結構使えるツールだと思います。はい、消しておきますけど、はい、こんな感じでね、今回はね、シェルツールの使い方っていうのを説明していきました。まあ、このシェルツールね、こんな感じで組み合わせると結構いいんじゃねっていう風に思いますんで、皆さんもよかったらアーキキャド、まあもしね、シェル構造、うん、シェル屋根とかを作りたいなって思う方がいらっしゃいましたら、アーキキャドでもこういうものが作れますんで、諦めずに作ってみてはいかがでしょうか。今回の動画ためになったなとか、これめっちゃ使えるやんって思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画は以上になります。ありがとうございます。